はい、アザラシの406日でございます。今日はね、トウモロコシを取ろうと思うんだけど、取る前にまずはトマトの芽かきをしていこう。芽かきほい、今年はトマトもいい感じですね。よいしょ。いいか。うん、まずい。はい、こちらトウモロコシ収穫していきます。これはいい感じだと思う。下2つついてるんだけど、下2つはね、多分食べれないね。これはね、小さすぎる。もうちょっと取るのが遅かったかもしれない。こっち、これが本命ですね。これを昼ご飯にしようと思っている。お、これはいい、これはいいですよ。感じですね。こういうのを収穫していきましょう。はい、途中でね、スマホが高熱で落ちるということがありましたけども、なんとか収穫できました。一番最後に取ったトウモロコシが一番美味しそう。あれ、これだよね、最後取ったの。こっちか、どっちだ。どっちも美味しそうってな感じで、アザラシ農園406日目、トウモロコシがよく取れてます。この辺はあれだね、セロリですけど、これはシトです。いや、まさにこれカメムシが、ちょっとピントが合わないかな。カメムシが卵を見つけてますね。やめてください、ちょっとやめてください、やめてください、ぽい。はい、ってことでアザラシ農園406日目でした。また1週間頑張っていきましょう。ほなまた。うまい。